即位から30年、これまでの天皇としての務めを、国民への深い信頼と敬愛を持って行い得たことは幸せなことでした。As the Emperor's 13-year-old son, Crown Prince Akihito, begins his studies at a public school in Tokyo, where he is respectfully welcomed by staff and boys. 11月15日、皇居前広場で皇太子殿下のご成年と立体子をお祝いする都民大会が行われました。殿下の感謝のお言葉。私は皇太子として今後令和時代の最初の国賓として、トランプ大統領。